きましょう。こう駅前のあれだな、ウーバーイーツもみんな買いに来るのか。またマックの前に1台止まりましたから、ここで買って届けるんだね。マックもマックデリバリーっていうのがあるんですけどね。あ、だってキャリーバッグ持ってる人は田舎帰ったりする人なのかな。今年はみんなね、自粛してる人が多いみたいだからあれですけど、ね、少ないみたいですけど、やっぱりね、どうしても帰んなきゃいけない事情がある人もいますからね。そうそう、うちも帰ろうかなと思ったんですけど、こっちから行く分には別にね、いいですけど、あっちに住んでる人はね、やっぱりね、近所の手前、あそこに東京ナンバーの車が止まってたなんて言われたらね、住んでる人がやっぱりね、そういう風な目で見られるとかわいそうなんで、うちも行かないことにしましたけど、どうしても行かなきゃいけない人もいますからね、困ったもんですよ。この辺もまだお店が続いてるみたいですね。これまっすぐ行ってどこ行くんだろう。どっちへ行ってんのかな。でもあっちまだそんなにさっきの道から離れてないのかな。これ多分ね、向かえるその正面の通りが中野新橋からの駅の通りだと思うんですけれども、もうだいぶ山手通りの方に戻ってきましたけど、これちょっと駅前の方ちょっと行ってみましょうね。あ、そうですね、駅前の通りですね、中野新橋、新橋ですね、新町じゃないですね、もう覚えました。ここに行ってみましょうかね。駅前の方はね、朝行ったんで、その手前の通りを右に曲がって山手通りに出るように出るようにしましょうかね。ショッピングロード中新っていうね、この道ね、
そう、これまっすぐ行ったらね、確かに右、左側かに大きい公園があるんですね。よくわかんない、なんていう公園かしら。ここの交差点を右に行けば山手通りかな。ちょっと行ってみましょうか。なんか人が並んでる。お惣菜屋さんか。すげえな。いや、もうそれはしょうがないよ。すごい、うん、行列ができてる。有名なお弁当屋さんなのかな。本町ってあれなのかな。確か渋谷区にもあったような気がするんだよな。中野区本町ありますよね。渋谷区本町、うん、本町三丁目。そうね、渋谷区ですよね、ここね。そうか、町名は一緒ってことですね。そうそう、渋谷区本町ですよね、ここは。読み方が違うのかもしれないね、本町と本町とね。まあどうでもいいんですけどね、そんな。いよいよ渋谷か。じゃあ待って、どうですか。戻ってきましたね。これが清水橋の交差点、渋谷区ですね。これは方南通りですね。じゃあ方南通りの南側行きましょうか、今度は。ここ渡ってね。あ、ここもコインランドリーでおしゃれ。こういうとこ増えましたよね、コインランドリーね。もう洗濯機いらないですもんね。一人暮らしの人なんかもコインランドリーで十分ですよ。すごい綺麗な。うちの近所のコインランドリーなんかめちゃめちゃ汚いからね、古くて。なんか洗濯したら汚れそうな感じだもんな。ここだとなんかすっげえ綺麗になりそう。もう一回撮っとこう。スピンウォッシュ、スピンウォッシュ。うん、いいっすね。うちの近所でもああいうの欲しいな。これ何だ、これ何の販売機。昆虫食はじめがした。変わってるな、面白。コオロギ、未来コオロギ柿の種、うん、面白いなこれ。トムヤンクン味とかタコス味、あれもう一個なんだろう、味がわかんないな。もう一個アビージョ味、なんだそれ。ゲンゴロウとかそのまま。あ、スズメバチ、スズメバチは食べれそうですね。あとコオロギのゴーフレット、ゴーフレット、コオロギな、どうかな。まあ、昆虫はね、昆虫食っていうのも、まんざら、ダメなわけじゃなくて、貴重な、タンパク源になっていくでしょうからね、今後ね。人口が増えてくると、やっぱりどうしても、こういうのにも手を出さないとしょうがなくなるんでね。なるほどね。まあ、結構、そもそも味は美味しいんでしょうね。ちょっと買う気はしたんですけど。値段いくら？柿の種450円もする。スズメバチ600円。はあ、ちょっと高いな。あるな、面白いな。え、あっちがどうしよう。あっち氷川神社があるってことですよね。どっちかっていうと、ちょっとこっちに、どこにあるんだろう。うまく奪いに連れてましたけど、
かまれるんだな。あ、うまそうな。すごく美味しそうだしの匂いがしますね、娘さんから。年越しそばだから、うちも、そうそう、年越しそばね、用意しようと思って、あの、冷凍の日清のね、あの、カモナンそばつめるんですけど、あれは結構美味しいという評判で、それをね、スーパー買いに行ったのもなくて、売り切れでて。で、まあ、しょうがないんで、アマゾンで頼もうかと思ったら、アマゾンで、ね、めちゃめちゃ値段高くなった。6食で3800円とか、ベラボーダー値段もやってて、そんなの買えない。アマゾンすぐそうやって値段高くなっちゃうんだよな。あそこね。ムカつくよな、そういうのね。こっち、あれかな、ここ、神社でいいのかな。よくわかんないですけど、行ってみますね。なんか商店街も終わりっぽい。終わりっぽいぞ。神社まで行けんのかな。すげえ建物だな。あった神社。あんなとこにあるんだ。へえ。ちょっとこれはせっかく来たんで、お参りしていこうかな、そのまんま。うん。前回からね、前回、6軒ぐらいあったかな、神社。今回もまた神社、これで今日は3軒目かな。どこも空いてなかったですけどね、お堂が。あ、この先も商店街。これ日川神社ですね。まあ、せっかく来たんでね、ここは今日はここでお参りしていきます。集中しないとね。行ってみましょうか。よし、じゃあ行きましょう。初詣ってどうなんですかね、今年は。結構ね、人がいっぱい来るから、3密は避けましょうなんてこと言ってますからね。うちも毎年有名な神社行ってますけど、今年はもうそれは、まあ、取りやめにしようかなと思ってます。まあ一応初詣しないわけにいかないんで、地元のね、氏神さんに行こうかなと考えてるんですけどね。一流じゃあ行きましょうか。先にお先気になるんで、
そういうこと、うん、左か。そうそう、左だ。意外と近かったな、ね、あれはマンションの下の方なんで、ね、さっき通ったとこそう。ここがたってもうちょっと北上して帰りましょう。もうすぐ駅かと思ったらそうでもないんだ。駅どこだろう。Okay.